皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回もクリスマスソングを皆さんで演奏しようじゃないかということで、クリスマスソングをご用意させていただきまして、この動画ではドラムパートの解説をさせていただこうかなと思います。とりあえずフレーズに入る前にバウンスというリズムをしっかり把握していただきたいんですよ。普通の16分音符だと、こんなリズムじゃないですか。こうじゃなくて、ちょっとこう跳ねたようなリズムになるんですよ。このバウンスをうまく習得できてないと、曲のイメージというか曲想が全然違うものになってしまいますので、まずバウンスをしっかりと把握するようにしてみてくださいませ。違いがよくわからないぜという方は、僕が以前にアップロードしたバウンスビートとシャッフルビートみたいな、そんな感じの名前の動画がありますので、そちらを確認していただきますと幸いでございます。ではでは、フレーズに入っていきましょう。まず最初、イントロからいってみましょう。最初のイントロと A メロの部分は、右足のバスドラが常に4分音符で進んでいきます。こんな感じですね。なので、右足が常に一定のリズムじゃないですか。なので、メトロノームというか、これを目安に、手のこのリズムを組み立てていくっていうふうに考えていくと、リズムキープがしやすいかなと思います。あまりこのバウンスビートになってなかったりとか、あとドラムに真面目に取り組んでいらっしゃる方は、必ずメトロノームと一緒に練習をしてみてくださいませ。メトロノームのピッ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 っていう音がバスドラと最初はずっとリンクしているはずなので、バスドラとメトロノームがリンクしていることを確認しながら、右手のリズム、左手のリズムを作っていくように意識すると、リズムがぶれないかなと思います。で、ちょっと覚えておいた方がいいこと、面白いこととしては、ドラグというテクニックです。確かシングルドラグとかそんな感じの名前だったと思うんですけれども、スネアのために左手を軽く落として、ファサッと音を出すテクニックです。いつ使うのかっていうと、フィルの時に右手を叩く手前で入れていきます。こんな感じ。ちょっとやってみます。ワン、ツー、サン、シー。最後の。これでございます。すごいお手軽にできるんですけれども、これができるだけですごい上手い人っぽい感じのイメージになりますので、ご存じない方はそんなのもチェックしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。で、A メロが終わって、次 B メロ。サンタクロースカミンチューちゃんの後、He sees you when you sweep のところからやってみますと、ここから右足のバスドラが4分音符じゃなくなるので、バウンスが崩れてしまわないようにすごい注意していただけると嬉しいです。ちょっとやってみます。こんなリズム。こんな感じ。楽譜通りいくと、バスドラの2個目、ドタッの時の後ろのドがバウンスにかかっているところなので、ドッツとタ、ドッツとタじゃ早いんですよ。ドッツとタじゃなくて、ドッツとタ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 じゃなくて、ドッツとタという感じでございます。その辺がまたこう、なんていうんですか、おろそかだとまた曲のイメージが変わってきてしまうので、しっかりと跳ねるように練習していただけると嬉しいです。で、もし余裕がある方は、さっき僕がやったみたいに右手でレガートとかも入れると面白いかもしれないです。ちょっと右手で、右手を見ててください。こんなん。こんなのとかやると面白いかなと思います。それ以外のところは特に難しいテクニックとかはないので、バウンスをしっかりするってことですね。これだけ気をつけていただければ嬉しいです。あとドラッグを知らない方はドラッグを入れると面白いよなんていうこと。あと最後に C っていうならばハイハットの使い方でしょうか。これまたすごい難しいのでなんかこうできる人向けって感じになっちゃうんですけれども、ハイハットの音色に気をつけると面白いかなと思います。例えば最初の A メロのところ「ゆべろゆべろちゃん」のところ、右足左足だ。左足を強く踏み込んでハイハットをがっつり閉じてすごいタイトに演奏してみます。これはこれでいいんですけれどもちょっとまたイメージが違って面白い。ワンツースリーフォー。こんなパターンこんなパターンで他にもその裏で四分裏八分裏ちょっとどちらは分かんないですけれどもそのツッチーツッチーという感じで、裏打ちをするようにするとまた面白い。ワンツースリーフォー。こんなんとか半分閉じるみたいな感じで常にこうルーズな感じで出ても面白い。ワンツースリーフォー。頭で伸ばしたりとか、裏で伸ばしたりとか、いろいろやってみると面白いのかななんていう感じでございます。ドラムセットの中で唯一ハイハットがその音の長さをコントロールできる楽器なので、使わないと損だなっていう感じです。タムとかも別に手で止めればその音の長さをコントロールすることはできるっちゃできるんですけども、普通に手を使わなきゃいけないんで話が違うじゃないですか。その間、一本で叩くのかって感じになっちゃいますし、でもその点ハイハットっていうのは常に左足でもう踏みっぱなしですし、ぜひこのハイハットの音色で変わってくるノリの楽しさリズムの楽しさなんてのに気づいていただけると嬉しいなという感じです。ではではまたざっくばらんの解説でございましたが以上でございます。伴奏をしっかり、習得をしましょう。ドラグを知らなかったらドラグちょっとやりましょう。でシンバルのレガートとか余裕があったらやってみると面白いです。でさらに余裕があったらハイハットのその音の長さとかも気をつけてみるとすごく面白いですということです。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。あはははははは。